こんばんは。外房テックです。2021年に開設したこのチャンネルのチャンネル登録者数が今年初めに500名を超えました。遅くなりましたが、お礼申し上げます。2019年に開設した表チャンネルもチャンネル登録者数が最近500名を超えました。どちらも営利化はいたしませんが、多くの方に見ていただくと励みになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今回は両チャンネルコラボ企画、工作と釣りの両方に関わるテーマです。釣りをやっていると、一体海の中はどうなっているのか見たくなります。そこで、中国製のアクションカメラで水中カメラを作り、撮影しています。カメラは海中でゆっくり沈むように水中での重量を調整しています。このカメラの場合、寸法が大きいので、自宅で重さと浮力を調整するには、バスタブに水を張って沈めてみるしかありません。最近新しい軽量カメラを入手し、新型水中カメラを作りました。概要欄にその動画のリンクがあります。これだと大きなペットボトルで測れるので、文字通り浮きと抱き合わせにして沈めてみれば、ギリギリで浮くように重りを増減して調整できます。しかし、毎回浮きと抱き合わせで試すのではなく、直接水中での重さを測れないでしょうか。それには、吊り下げ式の測りが必要です。今必要なのは 0.1g 以下の精度の測りです。市販の吊り下げ測りは、重いものを測るためのものが多く、最小桁が 0.1g 以下の精密な測りが見当たりません。そこで、自作してみようと部品をAmazonで調達しました。そして、重さを測るセンサーであるロードセルの構造を勉強しました。これは、ロードセルの構造です。キワイ体というアルミ合金製の弾性体のブロックに穴が開けてあります。薄くなる部分には、歪みゲージが貼り付けられています。歪みゲージは電線を伸縮させると電気抵抗が変わることを利用したセンサーです。キワイ体の一端は固定し、多端に力をかけると薄い部分が伸び縮みします。それによって歪みゲージの抵抗値が増減します。4個の歪みゲージでホイートストンブリッジを組み、その微小な電圧変化をオペアンプで増幅します。その電圧を AD 変換することで重さをデジタル表示します。この構造を見て気づきました。市販の測りをそのまま利用し、ケースの底に穴を開ければ、測りを壊さずロードセルに物を吊り下げられるのではと。我が家のキッチンスケールの構造を見てみました。
プラスチックケースの底に穴を開ければ、ロードセルに物を吊り下げられそうです。この測りは最小表示 1g なので、今回の目的には使えませんが、一般的な市販の電子測りも同じような構造と思われます。台に乗せて測る電子測りなら、精度 0.01g の測りが安価で入手できます。これも都合のいい構造かわかりませんが、安いので試しに注文してみました。型番は不明です。精度の交渉値は 0.01g ですが、期待はしていませんでした。0.1g まで測れれば十分と思っていました。ケースはネジ止めではなく、こじ開けるのは大変そうです。測ってみましょう。身近で重さのわかるものは1円玉ぐらいしかありません。精度はかなり良いようです。電池の横にネジが2個あります。これは不要になった 100g のロードセルです。ネジの並びは違いますが、同じぐらいの大きさのロードセルが横向きについているようです。ロードセルの一端に台が乗っているとすると、辻褄が合います。構造が分かったので、ケースは開けなくても良くなりました。超音波カッターでそこに穴を開けます。予想通りロードセルの一端が現れました。電池蓋も穴を開けます。クリップでリングを作りネジ止めします。出っ張らないように寝かせます。釣り人にはおなじみのスイベルと釣り糸で吊るします。このはかりをどこに置くか問題です。これだけのために置き台を作るのは面倒です。とりあえずサムネを取っておくため、クーラーボックスの縁からルアーを吊り下げました。デスクの撮影に使っているウェブカムです。ジェットライトのようなアームに固定しています。カメラを外して、ここに吊り下げはかりを取り付けます。スチレンボード。測定準備 OK。ヒラメ用メタルジグ、スピンビーム 32g。台に乗せて測ると 34.25g。吊り下げた時も問題なく同じ値になります。水中での重さを測ります。
30.87g。手持ちのルアーをいろいろ測ってみます。ヒラメタル TG30g。タングステンで高比重です。空中 30.75g。水中 28.37g。確かに高比重です。ダイソー鉄板バイブ。36.43g ぐらい。32.69g。シンキングミノーロケットベイト95-30g。30.66g。19.73g。水中では約 20g の重さで沈みます。ジグヘッドダイソー VJ22g。ワームはコアマン。27.55g。20.34g。投げた時は 28g で飛び、水中では 20g で沈みます。まあ、どれもそんなところだろうという結果でした。この水中カメラの水中での重さを測ります。これはすでに外棒の釣り場で 2B の棒浮きが浮くギリギリに調整してあります。釣りをされる方はご存知の通り、2B の浮きとは 2B の重りと釣り合う浮きです。この浮きの場合、2B の重りでは黄色の帯の上あたりまで沈みます。後で述べますが、胴体のてっぺんまで沈めると、2具近くの浮力があります。海面から撮影しながらゆっくり沈むように、カメラの水中重量を軽くしています。また、カメラの自重による慣性力に対して浮きの浮力を小さくすることで、海面の波で揺れる浮きで上下に揺らされることを防ぎます。カメラ一式は 75g ぐらいあるので、浮力調整はかなり繊細です。釣り場で足元に沈めてみて、アルミ線を巻き足したり切ったりして合わせました。測ります。空中で 75.11g。水中で 3.73g。差し引き 71.38g の浮力が働いていることがわかります。これは淡水中なので、1.03 倍して海水中の浮力に換算すると 73.52g。すると海水中での重量は 1.59g となります。2B の浮きの浮力はギリギリでこれより大きいはずです。確かめてみましょう。まず2号のナス型重りの水中重量を測ります。7.44g。この重りで 2B の浮きを沈めます。目盛りまで沈めると 5.44g。引き算して浮力は 2.00g。海水中に換算すると 2.06g。胴体がギリギリ浸かる深さだと 5.65g。引き算して浮力は 1.79g。海水中に換算すると 1.84g。水中カメラの海水中での重量が 1.59g だったので、ギリギリで浮くことが確かめられました。棒浮きは自立型でなくても自重で胴体の半分ぐらいまで沈むので、浮力として働くのは上半分です。なので、胴体のてっぺんまで沈むと、適合号数の2倍以上の浮力があるようです。ちなみに、今回吊り下げはかりでの測定は淡水で測りましたが、海水と同じ 3% ぐらいの塩水を作れば換算の計算が不要で楽です。
しかし、台所から調達した食卓塩は、水に溶かすと白濁して動画撮影には不向きでした。塩化ナトリウム以外の何かが邪魔するようです。最後に、ゆっくり降下する水中カメラの映像をご覧ください。地改造で市販のはかりから精密吊り下げはかりを作りました。それを使ってルアーや水中カメラの水中重量や浮きの浮力を測ってみました。いかがだったでしょうか。